頭は真っ白。うん、下界はすごい晴れてたんやけど、降られるかな。まあでも涼しくていいかも。天然クーラー付きの山、今日は久しぶりの仕事なんで頑張っていきます。まあ無理のないで久しぶり行きます。さあどんぐらい草生えてるかな。そう、現場入りました。ここから、うん、やっぱりこの季節に生えてくる草がいっぱい生えてるね。竹に草や板取りや、よいしょ。けどまあこれが下がりって感じかな。この一番下からやけど、ぐーっと上まで、この上に生えてるところまで、これで3分の1ぐらいかな。この現場のこの奥からずっとまた始まる。よいしょ、ふむふむふむ。まあ本当これが下がりって感じかな。ほう、適切な季節ですね。蒸すけどカンカン照りじゃないからだいぶ助かります。じゃあこの辺にちょっと荷物置いて、うん、よいしょ、ここら辺荷物置くか。草刈りとお弁当燃料、よいしょ。で、まあ、現場では着替えね、長袖も。この現場はなかなか見晴らしがいいところがあんまりない。よっしゃあ買っていくぜ、ゴー。お昼までやってきました。顔が草だらけ。今までどんくらいかな、2時間弱ほど買ってきました。道買って、そこの上まで買ってきました。んでここよいしょ、このちょっと分かりにくいけど、あの大きい木が立ってる一番奥までぐーっと下がってるんですけど、そこの端っこからここら辺ずーっと刈ってきて、この道まで刈り上がってきました。ここらはやっぱり成長悪いですね。ああいう背が高い際のところに苗を植えてもなかなか育たへんし、あと道の一番底っていうのもあってね、5層がすごいです。これ足場が
こういうとこは刈りにくいし、植えやす、植えにくいし、育ちにくいし、なかなか最悪。暑いけど、やっぱりまだこの現場はマシかもしれない。ふぅー、お疲れ様です。今日は、まあ一日やってきました。この外カメラするか。ふぅー、疲れた。いや、汗かいたな。暑さはやっぱやられるな。よいしょ。でもここはまだ日陰がだいぶ多いからだいぶマシっす。この後ろに見えるこんぐらいかな、この高さまでずーっと上買ってきて、下が、この下は全部買ってきました。一番下からこのくぼみの底までやってきました。暑い、汗かいたですね。まあぼちぼち今年も草刈り頑張っていきますよ。